やっぱね。織島さんにはね、やっぱ出続けていただきたいと思うんですね。あの番組はですね。はっきり言って屋台骨は2人なんですね。織島さんと山田社長ですから、この2人がもう欠かすことのできない。 柱なんですよ、ね、まああとはもう私でもねいてもいなくてもそんな変わんないかもしれないそれ以外の出演者もまあそれなりにね皆さんあの影響力もある方ですけども別に1人2人かけたから番組自体ができなくなるってことはないんですけども折島さんもしくは山田さんこの2人に関しては1人かけたらもう無理ですもう番組自体存続できませんからねそういう面でこの2人が なんですよねだからねまあちょっとね、えー、まあ番組がなくなることによって折島さん毎日ね出てたのがなくなるとこれはねやっぱね出続けてほしいなと思うんですよね。まあ、なのでねちょっと須田さんのね起点がね聞いて闇鍋ジャーナルというね形でちょっと細々とチャンネル始まりましたけども、えー、一応折島さんもね出てくださるということですからね。